さてこんにちは、アイロンです。今回はファイブナイツアットフレディーズ2のですね、カスタムナイトが出たわけですよ。カスタマイズナイトかでですね、このカスタマイズナイトが何かっていうと、カスタマイズナイトですね、何かっていうと、各キャラクターのこの難易度を個別に割り振れると。で、0が0、2がイージーで、3から6が、メッド、だいたいミディアムですね、ミディアムで、7から12がハードで、13から20がめちゃめちゃ難しいエクストリームと。なんか13から20まで振り幅は大きくねと思うんですけど。でですね、やることといったらもう一つですよね。6日目までクリアしてしまったんで、やることといったら多分一つだと思うんですよ。なんだこれ、ナイトオブ、あ、セットがあるんだこれ。フォクシー、フォクシーとか、フォクシーとマングルだけとかね。あ、そうなんだ、レディースナイト。あ、てかこの子女の子だったんだ。あ、そうなんだ、これ知らなかったですね。なんだこの左右はと思って。ファズベアフィーバー、ゴールデンフレディ。でもやることといったら一つですよね、ゴールデンフレディですよね。多分皆さんもね、多分ねそれを期待してるんだろうなと思ったんで、ゴールデンフレディセットやっていきましょう。全員20、これが証拠です。全員20です。嘘偽りはありません。やだなぁ、やだなぁ、どんだけむずいの。だってこれちょっとやるのね、1日分ぐらい日が空いちゃったんでね。で、見るのはここと、はい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 、ここと通路だけ、ダクトだけ。うわ、なんなの、前に誰かいる、トイフレディか、子供がいる。やだ、ゴールデンフレディ。ええ、ちょっと待って、今のでダメなの、フォクシー。嘘でしょ、今ので中央通路照らし不足ってこと。基本的にフォクシーは中央通路が照らし不足の時にのみ飛んでくると思うんですよ。今ので照らし不足だったの、嘘でしょ。これ俗に言うこれマジ吉ってやつですよ。だって今のプレイ多分皆さん見てて思ったんですけど、別に穴なかったですよね。何秒間隔で照らせばいいんだろうな、フォクシーのことを。で、あ、待って、子供いるんじゃないかな。待って待って、ダクトの音やめて、本当に。あっぶね、前が押せない、前が押せないんだって。うーわ、これちょっと待って、オルゴール巻く時間ないじゃん。ないでしょ、だから。で、正面照らさないとフォクシーが来るでしょ、またこの時に。あ、中央照らせないや、やめろ、来るな来るな。待って、ダクトの音を鳴らすな。だから今、だって言っちゃったけど、あれで照らし不足なの？これクリアできる人いるんですか？ミニゲームはいいよ、なんか人思いにやってくれよ。なんなんだよ、この上にいる、なんかこいつなんなんだよ。なんかアベンジャーズに出てくる誰だっけ、黒人のほら、サミュエル・L・ジャクソンの、なんか、あいつ、ちょっと名前ど忘れしましたけど、なんか眼帯が眼帯に見えるんだよな。待って、これね無理かもしんない。だってフォクシーがこの難易度でしょ。
これね、皆さんね、これやればいいんですよ、皆さんが。どんだけむずいか分かりますよ、このゲーム。なんか、6日目にしてね、結構心折れそうになりましたもん。これ皆さんにやってもらいたいな。この動画をね、見てるね、いつもコメントくださってる皆さんにね。どうしたらいいんだろう。なんかね、おそらくなんかベストな解放があるはずなんですよ。攻略方法は必ず。フォクシーだっていないのにさ、いないのに出てくるっておかしくない？やだー。多分そこにいるんだよな、今ダクトに。山の動きはね、もうマスターしてるんですよ。いや、え？待って。多分ね、これなんかね、自分ね、なんか足りないんだろうな。フォクシーがこんだけ飛びかかってくるってことは、多分なんか自分が見落としてる要素があるんですよ。だって、今ので飛びかかってこられたら無理だもん。だから、おそらく自分の知識の外に、このフォクシーが攻撃してくる条件みたいのが多分あって、あるんでしょうね、多分。なんでだろう。お面をかぶるタイミングは完璧のはずなんですよね、山の動きをしてるから。となったら何？取るのが例えば早すぎるとかってこと？でも関係ないよね。フォクシーの攻撃方法がよくわかんないんですけど。フォクシーだけなんか順位下げんのもなんかな。なんかね、納得いかないですもんね。またなんかアイロンが逃げたぞって言われそうだからな。こいつクリアできないから逃げたぞみたいに言われそうだし、なんかそれもなんか嫌なんでね。でもフォクシーの攻撃方法が謎なんですよ。ここら辺から飛んできたよね。じゃあ左向いておくか。ずっといるでしょ。あれにお面とか有効なのかな。自分はあの中央通路の敵に対してはお面はこれなんか無効だと思ってたんですよ。なんか取るとフォクシー飛んできそうなんだよな。わからん、すいません、これマジで分かりません。なんでフォクシーがいたらお面かぶれってこと、もしかして。今のプレイで考えつくのがそれぐらいなんですよね。フォクシーが正面にいたんですけど、それを無視してタブレットを操作してしまったんで、今のプレイで穴があるとしたらそこしかないんですよね、フォクシーが飛んでくる条件としては。だからフォクシーがいたらお面かぶれってこと。自分ね、6日目まではこの正面にいる正面通路の敵に対してはお面っていうの無効だと思ってたんですね。意味がないと思ってたんですよ。最終的に行き着いた答えがそれ。ちょっと待って、何にもしてないじゃん。行き着いた答えがそれだったんですけど、多分これこのゲーム正面通路の敵に対してもお面有効なんだ。考えを改めなければいけない。だって今のゴールデンフレディ何、今の。さあ6日目までね、培ったスキルがね、全く何の役にも立たないという、なんでしょうね、この気持ち。なんか運動会とかでダンスの振り付けを一人だけ知らないで、なんか即興でお前ダンス踊れよみたいな、いや踊れなかったみたいな、そんななんか。今のは多分なんですけど、お面取るの早すぎたのかな。お面取るの早いとか遅いもあるの、これ。今6日目までは一切それなかったんですよ。あの動画見てくれれば分かると思うんですけど、6日目までてか、まあ6日目の動画ではお面を別に取るのが早かろうが遅かろうが、かぶってしまうタイミングさえ早かったら関係なかったはずなんですよ。マジか。
なんかやることがこう一気に増えたな、これ。って今のところ1時間ぐらいもう無事に過ごしてないですもんね。やだなー。待って。多分なんですけど、山の動きをもってしても、これ反応速度が遅いんだ。そしたら、もっと早くかぶれってことでしょ？多分、今の。それしかないですもん。だフォクシーに対してはちゃん、フォクシーに対しては多分お面をかぶるのかな？プラス、ゴールデンフレディ？ゴールデンフレディあれどうしたらいいのかな？お面かぶる速さ？今の速さしかないですもんね。おかしくない？ちょっと待って。全然わかんない。ノウハウがわかんない。これね、多分ね、見てる方もね、よくわかんないと思うんですよ。なんでアイロンが死んでるんだろうって。これわからんぞ。これなんか、データの解析みたいなのが欲しいな。何したら襲ってくるってのがわからないんですけど。この動画だけ見たらなんか、すごいゲーム下手くそな人に見えちゃうね。ファイブナイツアットフレディーズがものすごい下手くそな人みたいに。だってゴールデンフレディ今目の前にいて、お面かぶったの取った瞬間に来たでしょ。じゃあどうしたらいいの。これだよね。これはいいの。最後までかぶってろってこと。よくわかんないな本当に。これフォクシーでしょ。今フォクシー照らしといたの。右から来てたのか。右から、今のキャラクター右の通路通ってくるんですけど、右から多分来てたのをお面でこうチェックしてなかったからですね。左ばっかずっと見てたからチェックできてなかったんだ。なんだこれ。なんだこれ。なんか、まずゴールデンフレディ強すぎ。だとフォクシー強すぎ。で、なんか少年とかこのマングルを警戒する余裕すらないですね。ちなみにマングルっていうのは英単語で何々をめった切りにするかっていう意味の英単語で、まあおそらくこの子は確か有刺鉄線が体に巻かれてたんで、そういう意味があるんだろうなと思うんですけど、ちょっとね、あんまりこれ死にすぎてもなんか動画としてつまんないんで、まあ、切りのいいところでやめましょうか。これね、今ね、クリアできる気しないですね、これ。だって、ほぼ何もしてないですもん。巻くでしょ？で、なんか、前にいる。で、多分取ったらいるんじゃない？いないの？入れ替わってる。なんでね、彼らワープするのかね。今の速さは問題ないでしょう。なんかいた気がするな、今。前が押せない。今なんか2人いたもんね。右から多分来てたし、フレディも来てたし。すいません、これね、無理です。これ無理ですよ。今の私ではこれ無理だ。なんか、修行するためにどっかにこもって、これ延々とやんないとこれ多分無理ですね。いやー、マジか。こんなむずいとは思わなかったな。これちなみに、なんだろう、素のシックスナイトってこれどれぐらいの難しさなんですかね？数値的に言うと。ニュー&シャイニー。ダブルトラブル。ナイト・オブ・ミス・フィッツ。まあ、6日目の難易度がちょっとよくわかんないんですけど、これむずいな。今のね、私はちょっとね、クリア不可能ですね。多分、見てくださってわかると思うんですけど、これ難しいですね、だいぶ。はい。というわけで、まあね、ゴールデンフレディセットの紹介でした。よかったらですね、こんな死にまくりな動画なんですけども、高評価、
コメント、あとチャンネル登録していただけると嬉しいです。これね、どうやったらクリアできるんだろうな、ちょっと攻略方法を考えておきますんで、まあ、そのうちでもしかしたら、プレイ動画アップするかもしれないですね。で、今同時にアップしている、Steam で11月14日に発売されたですね、新作ゲーム This War of Mine っていう、まあ戦争をね、一般市民視点になって生き延びるっていうゲームの動画をね、今ちょうどアップし出すと思うので、もしよかったらね、そっちの方もチェックしてみてください。このね、あのフレディと同じぐらい、まあ、それ以上かな、あの評判が、ユーザーから圧倒的に高評価っていう評判のね、戦争サバイバルゲームなんで、よかったらね、チェックしてください。はい、というわけで今回はこの辺で、ゴールデンフレディセットでした。ではでは。